今回は豚ヒレ肉を使った中華風のステーキの作り方を紹介します。柔らかい豚ヒレ肉の両面をこんがりと焼いて、甜麺醤と豆板醤の甘辛いソースで味付けした料理です。それでは作っていきましょう。まずは豚ヒレ肉を用意して、筋や脂肪などを取り除きます。この白い部分が筋です。筋の内側から包丁を入れ、筋に反るようにして切り込みを入れます。筋をしっかりと捉えたら、包丁で押さえてから手で引き合わすようにして取り除きます。同じように残った筋も取り除いていきます。あと表面についている白い油などを取り除いておきます。しっかりと余分な脂肪や油を取り除くことで、臭みがなく口当たりも良くなります。豚ヒレ肉はブロックでまとめ買いをして、このように下処理をして冷凍しておくと便利です。ヒレ肉は低脂肪で高タンパクなので、ダイエットや筋トレする方なんかにはおすすめの食材ですよ。下処理ができたら、端の方から斜めに包丁を入れ、 0.7 から1センチ幅にそぎ切りにしていきます。他に一口ヒレカツにするときも同じようにカットするといいですよ。さらにそぎ切りしたものを3等分にして酢豚の肉として使うこともできます。肉が切れたら軽く中の繊維を切るように包丁で叩いておきます。そうしたらトレーやバットなどに乗せていきます。軽く塩コショウをして下味をつけておきます。お酒も軽くかけておき、冷蔵庫に入れ15分くらい寝かせます。タレを作ります。甜麺醤を大さじ1入れておきます。日本酒大さじ1、豆板醤小さじ1、砂糖小さじ1、醤油小さじ1、水大さじ4を入れます。しっかりと混ぜておきます。ニンニク、生姜、ネギのみじん切りを小さじ1くらいずつ入れます。もやしとキャベツをレンジで蒸します。600ワットで3分蒸します。豚ヒレ肉の表面に小麦粉をつけます。全体に小麦粉を薄くつけて、余分な粉は払っておきます。大さじ1の油を入れ、よくなじませるようにしておきます。肉を1枚ずつ入れ、鍋に広げていきます。
あとは片面ずつ普通に焼いていくだけです。家庭で作るなら普通のフライパンを中火にして焼くだけです。あとは肉がゆっくりと焼けていく様子を見ていくだけです。中火で焼くと表面が焦げて中が生焼きになるので中火くらいで焼くのがベストです。肉の周りが白くなってきたら裏を確認して良さそうなら返して焼きます。もう少し表面をカリッとさせたいので油を少量回しかけます。プラの角などを使い肉が中まで焼けているか確認します。まだ生焼きなら真ん中から火が出てきます。焼けていたらタレを入れます。タレを入れたら少し火力を上げてしっかりと肉に吸わせるようにして絡めていきます。最後にごま油で香り付けします。レンジで蒸した野菜の上に肉を乗せていきます。彩りに青ネギを散らせて完成です。
今回は豚ヒレ肉の中華風ステーキの作り方を紹介しました。レタスなどに包んで食べても美味しいですし、ご飯の上に乗せて丼にして食べるのもいいですよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。